アイテム番号 SCP-677-JP オブジェクトクラスセーフ、ヌートラリゼド、セーフ特別収容プロトコル SCP-677-JP はサイト81の耐火金庫内で保管されています。実験などによる SCP-677-JP の使用にはセキュリティクリアランスレベル3以上の職員の許可が必要です。SCP-677-JP は特異性を喪失したため、実験などによる使用許可は必要ありません。SCP-677-JP-3 の使用にはセキュリティクリアランスレベル3以上の職員の許可が必要です。SCP-677-JP-1 及び2について使用許可は必要ありません。説明。SCP-677-JP は平成年に作成されたと思われる100円硬貨です。材質は通常のものと同様であり、外見上も特に異常はありません。SCP-677-JP はコインの形状をした複数の実体です。現在収容されているものについて材質は通常のものと同様であり、外見上も特に異常はありません。SCP-677-JP は、県、シデルフしていた、絶対に当たる占いができるコイン、の噂を調査していた財団研究員により、一律、小学校内で回収されました。当初はアノーマラスアイテムとして調査していましたが、以下の特異性の確認により SCP として分類されました。SCP-677-JP の特異性は所持者が、占い、と称する一連の動作をした際に発揮されます。手順 1SCP-677-JP を手に持ち、特定の事象 A が起こるなら表、違うなら裏、と宣言する。同じ内容を連続して繰り返す場合、起こるなら表、起こらないなら裏、程度の省略が可能。手順 2SCP-677-JP をコイントスなどで投げ上げる。手順3投げられた SCP-677-JP が停止した時に表と裏のどちらが上を向いているか確認する。この際、着地する場所は手の甲や手のひら、地面やテーブルなど不問。また必ず表または裏を上に向けて停止し、バランスをとって立つなどのイレギュラーは現在まで確認されていません。手順 4.1 で宣言した事象を肉眼で確認する。この、占いにより SCP-677-JP が表または裏を出すことで示す内容は、手順4で必ず確認できます。この一連の動作は人の手によって手順の通り行われなければならず、手順2のコイントスを機械で行うなどをしても特異性は発現しません。SCP-677-JP は所有者に対して、占いをしたくなるような軽度の精神干渉の能力を持っています。また、占いの対象は身近なものに限りますが、次第に影響範囲を広くしていく傾向があるようです。実験記録 677-JP-1-1-2000 年月日。実験者、研究員、対象、サイト、81、最寄りの国道、5線、道の駅、近辺。内容。次に来たる車が白なら表、それ以外なら裏、と、宣言し、占いを行い、その後に来たる車を確認する。結果、試行回数1000回中表586回、裏414回。すべての場合で車体の色を当てることに成功した。実験記録 677-JP-1-2-2000 年月日。実験者、研究員、対象、通常のトランプ1セット、ジョーカーを抜いた52枚。内容、スペードの A なら表、それ以外なら裏、と宣言し、占いを行い、その後にトランプを1枚引く。結果、試行回数2万回中表573回、裏19423回。すべての場合でスペードの A とそれ以外を当てることに成功した。実験記録 677-JP-1-3-2000 年月日。実験者、研究員、対象、サイト、81、内に収容されているオブジェクトクラスセーフの SCP-JP。収容以来、維持要請が停止したことはない。内容。SCP-JP が停止するなら表、それ以外なら裏、と宣言し、占いを行い、その後 SCP-JP を確認する。結果1、試行回数16回目で表が出る。同時刻に SCP-JP の維持要請が停止。この停止状態は約1週間ほど継続した。結果2、SCP-JP の活動再開後に再実験を試行。試行回数68557回目で表が出る。同時刻に再び SCP-JP の維持要請が停止。この停止状態は約1週間ほど継続した。未解明の SCP によるクロステストの危険性は今更言うまでもない。研究員は B クラス記憶処理を行った上で全ての資格を剥奪、解雇処分とする、博士。追加事項1。研究員の解雇処分後、実験により SCP-677-JP の特異性の消滅を確認。オブジェクトクラスをニュートラライズドに再分類します。追加事項2。元研究員を監視中の財団エージェントにより、元研究員が所持する10円硬貨に SCP-677-JP と同様の特異性を確認。以後、元の SCP-677-JP を SCP-677-JP-1 と再分類。元研究員には B クラスの記憶処理を実施。新しいオブジェクトを SCP-677-JP にオブジェクトクラスをセーフと分類し、エージェントによって回収されました。追加事項3。研究員による実験の結果、SCP-677-JP-2 の特異性は確認されませんでした。オブジェクトクラスをニュートラライズドに再分類します。追加事項4。サイト、81、内カフェテラスにおいて、エージェントが所持していた500円硬貨に SCP-677-JP と同様の特異性が発現。実験後に実験記録 677JP-3-1 で使用された実体をカフェテラス内購買から収容、SCP-677JP-3 として分類。実験記録 677JP-3-2 で使用された実体を SCP-677JP-4 として収容されました。下記の実験記録はカフェテラス内の監視カメラとエージェントに対するインタビューをまとめたものです。実験記録 677JP-3-1-2000 年月15日。実験者、エージェント、対象、サイト、81、内カフェテラスで食事中の、博士。内容。博士が、削除済み、なら表、違うなら裏、と、宣言し、占いを実行。その後、博士を視認。結果、試行回数39回目で表が出る。直後に空調の異常で起こった強風により、博士の、削除済み。あのおっさんには大概うんざりしてたんだが、実際あのありさまを見せられるとご同情申し上げますとしか、エージェント。実験記録 677JP-3-2-2000 年月17日。実験者、エージェント、対象、サイト、81、内カフェテラスで食事中の、博士。内容。博士が、削除済み、なら表、違うなら裏、と、宣言し、占いを実行。その後、博士を視認。結果、試行回数102回目で表が出る。直後にサイト、81、全体に、削除済み。博士は、削除済み。これは俺のやったことが原因なのか？そんなつもりはなかったんだ、エージェント。アクセス承認。情報を開示します。SCP-677-JP について調査が進んだ結果、大幅なプロトコルの更新がありました。上記の内容は改訂前のものであり、緊急性と情報拡散による混乱防止のため改訂後の調査書の閲覧についてはレベル3以上のクリアランスを必要とします。アイテム番号、SCP-677-JP。オブジェクトクラス、セーフケテル。特別収容プロトコル。SCP-677-JP、アルファはサイト、81の耐火金庫内に保管されています。実験を含むいかなる理由でも使用することは禁止されます。SCP-677-JP、βはサイト、81の標準人型収容室に収容されます。室内にある家具などはすべて床や壁に固定し、取り外しできないようにしてください。本などの小物を与えることは許可されていません。食事は通常のものを与えられますが、その際には拘束した上で D クラス職員により補助して与えてください。未収容の SCP-677-JP、アルファが発見された場合は D クラス職員に回収させ、既存の SCP-677、アルファと同様に保管されます。回収を行った D クラスは SCP-677、βと設定し、上記の通り収容してください。説明。SCP-677-JP は、SCP-677-JP、アルファと SCP-677-JP、βの2種類の要素により構成されています。SCP-677-JP、アルファは基本的に投げることが可能な実体であり、形状についてはコイン大のものから 80cm×50cm 程度の長方形の実体まで確認されています。SCP-677-JP、アルファはこれを投げたものを SCP-677-JP、β に変化させます。また SCP-677-JP、β に変化させられるのは SCP-677、アルファ一つにつき一人であり、それ以上の人間を変化させることはありません。口述の、占い、について、SCP-677-JP、β 以外が SCP-677-JP、アルファを使って実行しても特異性は発現しません。SCP-677-JP、β は、SCP-677-JP、アルファの影響を受けた人間です。SCP-677-JP、β は SCP-677-JP、アルファを使って、占い、と称する一連の動作をした際、その結果に応じた現実改変能力を示します。手順 1SCP-677-JP、β が SCP-677-JP、アルファを手に持ち、特定の事象 A が起こるなら表、違うなら裏、と宣言する。同じ内容を連続して繰り返す場合、起こるなら表、起こらないなら裏、程度の省略が可能。手順 2SCP-677-JP、アルファをコイントスなどで投げ上げる。手順3投げられた SCP-677-JP、アルファが停止した時に表と裏のどちらが上を向いているか確認する。この際、着地する場所は手の甲やひら、地面やテーブルなど不問。また必ず表または裏を上に向けて停止し、バランスをとって立つなどのイレギュラーは現在まで確認されていません。手順 4.1 で宣言した事象を SCP-677-JP、β が肉眼で確認する。この、占い、により SCP-677-JP、アルファが表または裏を出すことで示す内容は、手順4で必ず確認できます。注意すべき点は、宣言の内容が通常なら起こり得ない内容であっても、占いの結果が起こるということです。宣言の内容が一般的に起こりにくいと思われるほど、占いでその結果が出る確率は低下するようですが、占いで起こると確認された場合は必ず起こります。また SCP-677-JP、β は投げられるものを手にした際に、占いをしたくなるよう精神干渉を受けており、宣言の後に投げた物体はすべて SCP-677-JP、アルファに変化します。A クラスの記憶処理でこの精神干渉及び変化させる能力を取り除くことはできませんでした。上記の改定は実験記録 677-JP、3、2の後に収容されたエージェント。以下 SCP-677-JP、β、1と故障が収容施設内で食事のトレイを使用して、占いを実行したことで行われました。これにより収容違反が発生し、SCP-677-JP、β、1は削除済み。これを受けて、元研究員を SCP-677-JP、β、2と再分類して収容施設へと収容する際、未確認の10円硬貨を SCP-677、アルファ、5として、占いを実施。その結果 SCP-677-JP、β、2は、削除済み、により、削除済み。ニュートラライズドに分類されていた SCP-677-JP、1から SCP-677-JP、4を SCP-677-JP、アルファ、1から SCP-677-JP、アルファ、4に再分類し、上記のトレイを SCP-677-JP、アルファ、6に分類しました。上記の性質により未収容の SCP-677-JP、アルファと SCP-677-JP、β の存在が確実視されています。現在、最初に SCP-677-JP が確認された、県、市を中心に調査が行われていますが、複数の SCP-677-JP の存在を強く示唆する噂がいくつか確認されるものの実態の確保には至っていません。調査の結果、同様の噂は、県、府など、都道府県で確認されています。さらなる拡散、増殖の強い懸念と緊急性によりオブジェクトクラスが政府からケテルに再分類されました。これに伴い機動部隊機にコインフリップを編成、現在回収活動を開始しています。追加事項 1.1 県、市の小学校で13個の SCP-677-JP、アルファ、それぞれアルファ、7からアルファ、20と故障、と8人の SCP-677-JP、ベータ、それぞれベータ、3からベータ、10と故障が確認されました。カバーストーリー、伝染病による緊急隔離により SCP-677-JP、アルファと SCP-677、ベータは全て収容されました。SCP-677-JP、ベータの交友関係、家族関係を調査した結果、現在までに SCP-677、ベータの可能性がある45名について臨時の収容を行い、調査が進んでいます。追加事項1、2。調査の結果、45名中38名が SCP-677、ベータであることが判明。同時に家の内部から合計199個の SCP-677、アルファを回収しました。またさらに318名の SCP-677、ベータ。この SCP-677、アルファが存在する可能性があります。SCP-677、ベータの行動範囲である駄菓子屋、学習塾、ゲームセンター、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ショッピングモール等に SCP-677、アルファは拡散し、各地点の関係者が SCP-677、ベータに変化していることが推定されます。拡散の範囲については現在調査中です。追加事項1、3。県、市に拠点を置く企業である、乳業の社員に複数の SCP-677、ベータが確認されました。この企業は、小学校へ給食用の牛乳を卸している業者であり、牛乳瓶の蓋が変化した SCP-677、アルファを回収した際に暴露したものと考えられます。この SCP-677、ベータは複数の製品の作成工程に関与しており、各種製品が卸されている、県にも SCP-677、アルファ及びベータの拡散が極めて強く懸念されます。追加事項2、1。サイト、81、内カフェテラスの従業員1名が SCP-677-JP、ベータであると確認されました。実験記録 677JP、315にエージェントに支払われた SCP-677JP、アルファ、3に暴露した際に変化したものと思われます。インタビューにより複数のカフェテラス内の金銭が SCP-677、アルファに変化しており、それらが釣り銭湯の形で財団職員に流布している事実が確認されました。サイト、81を緊急封鎖し、勤務しているすべての関係者について現在調査が進んでいます。追加事項2、2、SCP-677、ベータ、387と分類された元財団職員による収容違反が発生。床面素材を剥がした SCP-677、アルファを用いた、占い、により、すべての SCP-677、アルファ及びベータの維持要請が停止しました。後日大規模な収容違反が発生しました。追加事項2、3を参照してください。これを受けて SCP-677、ベータの収容施設の点検が強化されました。追加事項2、3、SCP-677、アルファの特異性が再び活性化しました。また調査の結果、追加事項2、2において特異性が停止していたのは SCP-677、アルファのみであり、SCP-677、ベータの特異性は持続していたことが判明。未確認かつ追跡不能な SCP-677、アルファの大規模な拡散が確実視されています。回収方法及びカバーストーリーについては現在作成中です。収容違反記録報告 677JP、2、3、387、1、2000年、月17日。実験者、SCP-677、ベータ、387。対象、SCP-677JP。内容、占いができなくなれば表、そうでなければ裏、と宣言。その後で手元の SCP-677、アルファを確認。結果、試行回数69回目で表が出る。直後の、占い、では維持要請は確認できなかった。すべての SCP-677、アルファは約1週間にわたり維持要請を停止し、その後に再開した。事態が好転したと一瞬でも思った我々が楽観的すぎた。目下、効果的な収容方法が見つからない。どうすれば収容できるのか、占いでもするか、博士。博士に SCP-677、ベータの疑いがあります。権限の一時凍結及び速やかな収容、検査を実行してください。サイト、81、管理者、